金運について発表させていただきたいと思います。えー、よろしくお願いします。最後まで見ていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。まず、2023年の魚座さんの全体運は、今年は成果が現れる一年になります。見たい、聞きたい、知りたい欲が高まって、フットワークも軽く、あちこちと出かけるようになるでしょう。 その結果、知識も人脈も拡大します。発展の一年になるでしょう。動いた先には必ず何かしらの幸運が待っているかもしれません。2023年の半年後からは運気も安定してきて楽しく過ごせるでしょう。続いて、恋愛運です。総合運とは逆に気持ち、 素直に表現することができないかもしれません寂しい気持ちでお付き合いするとなると別れたいのに別れられないそんな感じになりそうです魚座さんがこうした態度になってしまうのは恋愛に対して気負いしてしまいがちなんですよ そんな恋愛に挑むのはやめて、ゆっくりすることもポイントです。慎重に慎重に焦らず焦らずでございます。ですので、本当に好きだと思った人に対しては、清潔感を出してアピールしましょう。カップルは、 いきなり魔が差して裏切ってしまう可能性があるかもしれません。気をつけてください。しっかりと気持ちを相手に固めましょう。続いて仕事運です。周りの評価を気にせずに思いのまんま突っ走ることができそうです。ただ一生懸命になってしまうと周りも何にも見えなくなってただただ突っ走る。 ということもしばしばかもしれません。もし不安などがある場合は、誰か周りに協力をしてもらいましょう。コミュニケーションもしっかりしていけば、自分が思ったよりもそれ以上に叶いやすくなるでしょう。続いては、金運です。 特にギャンブルには注意してください。軽い気持ちは禁物です。知らないうちにやめられない止まらない。どうしようとなる可能性大です。また、それに伴い借金も増えるかもしれません。金銭感覚が麻痺しやすいため、いつも以上に慎重さが重要になってきます。うっかり調子に乗って、 気づいたら、うわぁ、こんなことに、とはならないように気をつけましょう。えー、最後に、ウ座さん、2023年のアドバイスをさせていただきます。何かを始めるなら、今までとは違うやり方で、試みてください。また、お金は、使う分を決めましょう。はい。 まあ、そんな感じですね。ウォーザーさん2023年の運勢、えー、参考になられたで、参考になったでしょうか。はい。えー、最後まで見ていただきありがとうございます。えー、ということで、えー、ひでまるチャンネルは他の動画もたくさんございますので、もし興味を持っていただいた方は、 ぜひ、他の動画もチェックしていただけると嬉しく思います。えー、あとはね、えー、個人的に思うのが、ウォーザさんは今年、まあ、2023年はね、非常にいい年かと思うんですよね。何か本当に発展、発展する一年になるんじゃないかなと思うので、 どんどん挑戦してみましょう。うん。風の時代に本格的に入るのは2024年なので、まだ2023年なんでね、準備期間の段階でもあるので、どんどん挑戦したもん勝ちですよ。はい。まあ、これは、ウォーザさんだけではなくて、お羊さん。 あーえっと、おひつじ座さんとか全体に言えることなんですけど、えー、怖がらずにどんどん前に出て、えー、挑戦することも、えー、おすすめします。はい。ということで、えー、っと、まあ、全体運、えー、あ、ということで、うお座さんの、えー、全体運、恋愛運、仕事運、金運を、 発表させていただきました。参考になればいいなと思って作った動画でございます。まあ、一応、こうなりますよっていう一つのアドバイスだと思って受け入れてくれたら嬉しいです。ということで、最後まで見ていただき、 ありがとうございまーす。